横浜羽田空港線は横浜駅と羽田空港とを結ぶ京浜急行バス単独運行の空港バス路線である。実際の運行は羽田京急バス東京営業所が担当している横浜駅東口の横浜シティエアターミナル発着便のほか、横浜駅西口の横浜ベースシェラトンホテルタワーズ発着便があり、本港では双方について記す。なお実際には 路線相性を使用した案内は行われていないが、本校では運行開始は1968年。系統番号は空91系統。系統番号について、以前は行き先に掲載されていたが、現在は掲載されていない。当初は東神奈川で入り口から、羽田で入り口まで横羽線を経由していたが、1994年12月の湾岸線大国ジャンクション。 空港中央で入り口間開通後は湾岸線経由に変更され定時性が向上した。1996年9月には EE キャットが横浜スカイビルに移転、横浜駅発着の鉄道各線との乗り継ぎが容易になった。1998年11月の京急電車、羽田空港駅乗り入れ、2002年10月の空港線と横浜方面の本格的な 直通運転開始後も運行が継続され、現在では1日130往復を超える、日本でも有数の空港バス路線となっている。2004年の第二旅客ターミナル共用開始後は、第一第二の両ターミナルに停車。現在は、第二ターミナル四十機第一ターミナル経由の運行形態となっている。2008年9月12日からの週末には、空港連絡バスとしては、 日本初の深夜、早朝便を運行している。横浜駅前の国道1号に信号が設置され、E キャットの目の前の横浜駅、東口入り口から首都高速を利用できるようになったため、2009年2月13日に E キャット初の便に若干の所要時間短縮を伴うダイヤ改正が行われた。2010年10月21日からは一部の便が、 国際線ターミナルへの乗り入れを開始している。2012年7月には、朝の羽田行き、夕方の E キャット行き、各2便、横浜ポルタに設けられた、運行状況表示標準所要時間は、約30分、E キャット線、羽田空港行き最速所要時間は24分、横浜駅から E キャットへの途中の横浜ポルタには、運行状況を表示する、電光掲示板が設けられている。 E キャット、横浜駅、東口入り口首都高速道路横羽線、石川町 JCT、狩場線本木 JCT、湾岸線湾岸間八出口、原第1ターミナル第2ターミナル第3ターミナル、第3ターミナル第2ターミナル第1タ,タ,タ,ターミナル、空港中央入り口、湾岸線本木 JCT 狩場線、石川町 JCT 横羽線港未来出口、港未来大通り、 からーイーキャット道路の構造上横浜駅、東口出口からイ、e、ーキャットへ進入できないため、イーキャット駅は、港未来出口から、一般道を走行する、横浜ベシェラトンホテルタワーズ、横浜駅西口出入口首都高速道路、三沢線近郊 JCT 横羽線、以降イ、e、ーキャット線と同一経路、どちらも、湾岸線ルートが通行止めもしくは渋滞により、 定時運行が困難な場合は、開業当初のルートでもある東神奈川で入り口から、羽田で入り口までの横羽線ルートが、バックアップコースとして使用されている、EE キャット線、西口線道学、2014年9月現在の大人運賃、通勤定期券を除き小児半額、横浜駅葉山線との乗り継ぎ乗車券1、霊園前日の通り、京浜急行電鉄の電車が、 横浜駅方面と羽田空港とを直通運転しており、京急グループ同士で競合関係となっているが、日中の直通電車やポート急行が20分間隔であるのに対しバスは10分間隔で運行していること、朝夕のラッシュ時は直通電車の本数が少なくなること、バスの方が空港内の移動距離が短くて済むこと、乗車中は必ず着席できることなどの理由により、 鉄道開業後も引き続きバス路線の利用者が多い。なお、往復割引を利用した場合の片道あたりの大人運賃は、京急電車の横浜駅羽田空港第1、第2ターミナル駅間の普通運賃と同額に設定されている、京浜急行バス。ありがとうございます。